そういや、ここの扉の鍵はまだ持っているのか。ああ、さっき保管していたロッカーから取ってきた。確か例の小僧の部屋はダクトを通った先だったな。急ぐぞ。了解です。あらら、いつの間にこんなものが。ひょっとしたら市の管理担当が防犯のために施錠したのかもしれんな。南京錠も市の施設課の方で一般的に使われているものだ。ということはそのハッカーが仕掛けたわけじゃなさそうですね。どうします？鍵を壊しますか？いや、大きな音を立てて相手に気づかれるわけにもいかん。このまま先に進んで小僧の部屋までたどり着くぞ。了解しました。やれやれ、ちょっとした腹ごなしじゃなくなったかな。もうぼやかないの。やっ、奇襲成功、チャンスです。そこだ、任せて。やっ、よし。任せておけ。そこだ。よし、えいか。みんな大丈夫か。そこ。よし、ここだ。一気に行くぞ。全員突撃。確保。そこ。なんとかなったか。10秒で終わらせるぞ。悪は滅びる、それが必然だ。やっ、やっ、そこ、そこ。さあ始めましょう。任せてくれ。さて、まだまだいける。10秒で終わらせるぞ。そこだ。今だわ。みんな行くわ。イエスマン、行くぞ。そこ。上出来かしら。ナイスファイト。よし、一気に行くぞ。ぬるいな。そこ。みんな、チャンスよ。さてと、そこ。行くぞ。その程度じゃ俺たちは止められない。
なんとかなったか。負けられない。任せておけ。そこだ。任せて。やっ。行きます。やっ。任せて。やっ。いいだろう。はっ。私の番だ。俺の番だな。やっと。援護するぜ。しゃ。はい。さあ行く。よし。はっ。行くぞ。やって。これが俺たちの力だ。なりましたね。
きに行くぞ。なんとかなったか。10秒で終わらせるぞ。全員突撃。了解です。確保。悪くはない。お疲れ様。強そうね。みんな気をつけて。見守るまでもない。みんな行くぞ。私の番だな。よし、続け。任せておけ。邪魔だ。俺の番だな。さてや。みんな大丈夫か。この曲は。ヨナ君の部屋にかかっていた動力ステレオの曲。なんだ、故障でもしてんのか。罠かもしれん。念のため慎重に踏み込むぞ。バニムス、オルランド、まずは3人がかりで突入する。他の3人は後ろからフォローしつつ入ってこい。了解です。アイサ。承知しました。誰もいない。隠れてる気配もねえな。逃げられたか。しかしここに来るまでの間誰ともすれ違わなかったな。逃げられたの？ああ、どうやらそうらしい。この音楽はそっちの装置みたいだな。さすがにうるさいな。停止させられるか。ああ、
こいつがスイッチだな。なんだか不気味ですね。そうね。音楽が鳴っていたのも不自然だし。うん。そこはかとなく悪意を感じるけど。とりあえず奥のモニターに映っているのは何だい？爪？これは？これってまさかオルキスタワーの？タワー内部の構成図が記されたデータみたいですけど。どうしてそんなものがこんな場所に？しまった！罠か！ダメです！ビクトも開きません！どうやら動力的な機構でロックされたみたいだね。今のは？おい、誰だ！はじめまして、支援課の諸君。予想通り君たちが遊びに来てくれたみたいだね。お近づきの印に置き土産を置いていくから、楽しんでくれると嬉しいな。端末から喋ってるのか。これはロバーツ主任から渡された対戦パズルゲーム。3本勝負で2本取ったら君たちを解放してあげるよ。ただし負けちゃった場合は丸焦げになってもらおうかな。何？バカな、仕掛けの気配はなかったぞ。それじゃあ始めるとしようか。あまり時間はない。急がないと死んじゃうよ。貴様ロイド、とにかくやるしかない。わかった。さあ始めるとしようか。まだまだだね。さあ始めるとしようか。
ここは勝ちを譲ってあげるよ。よし、ロイド、すごい。やるじゃねえか。天を抜きすぎたかな。それじゃあ次は本気を。いい加減にしてください。この声は。ここから先は私がお相手します。覚悟してください。やった。そろそろやべえぞ。お見事。一応お仲間みたいだし、約束通り出してあげるよ。それじゃまたね。開いた。急げ、爆発するぞ。はい。伏せろ。危機一発だな。死ぬかと思いました。一体何者だ。よかった、ご無事みたいですね。ティオ、やっぱりティオちゃんだったの。おいおい、一体どうなってんだ。実は今日の午後、クロスベル行きの国際定期船に乗ったんです。いろいろ大変そうだったので、なんとか帰国を早めてもらいました。そうだったのか。まさにドンピシャじゃねえか。じゃあ課長さんから話を聞いてここに来たんだ。ええ、エニグマで連絡したらこちらに向かったと聞いたので、それで空港から直接来ました。本当に助かっちゃったわ。ありがとう、ティオちゃん。いえ、間に合ってよかったです。それにしても厄介な相手だったみたいですね。なんとか割り込みをかけて撃退することができましたが。割り込みって、ああ、それか。ええ、ロイドさんたちが閉じ込められたと分かったので予備回線から介入しました。どうやら相当な腕前のハッカーだったようですね。ああ、そうみたいだな。どうやらとっくに離脱されてしまったようだが、そういえばプラト、一人でジオフロントをここまで追ってきたのか。あ、いえ、たまたま居合わせたのでここまで同行してもらいました。え？とんだ場面に居合わせたようだな。あんたは。あの時の。いい、取り逃がしたか。どこのネズミかは知らんが、相当抜け目がないようだな。ちょっと待ってくれ。ここにいたハッカーはヘイユへの関係者なのか。いや、縁もゆかりもないものだ。おそらく赤い星座とも関係があるわけではないだろう。何？なんであんたにそんなことがわかるってんだ。英雄へと赤い星座はすでにお互い監視体制に入っている。少なくともそのハッカーとやらはどちらにも属していないはずだ。どうやら通商会議に何か思惑があるもののようだが。端末に映っていたオルキスタワーの図面。なるほど、まさに明日の会議の場所だね。
会うのはこれが初めてか。クロスベル警察捜査一課、アレックス・ダドリーだ。噂は金がね。通商会議の警備ではいろいろ苦労しているようだな。どこぞの組織をはじめ怪しげな連中がバックをしているのでな。どうやらこちらの知らない動きにいろいろと通じているようだし、ここは一つ警察までご同行を願って話を聞かせてもらおうか。ダドリーさん。おいおい、マジかよ。何の容疑で？クロスベルの刑事法に抵触した覚えはないのだが。何？任意の事情聴取だ。後ろめたいことがないならぜひ来ていただこうか。いつの間に。へえ、武術を使った分け身ってやつか。今宵はこれでさらばだ。また近いうちに会えそうな気もするがな。ロイドさん、付近をサーチしますか？いや、その必要はないだろう。とりあえず支援課に戻って話し合う必要がありそうですね。ああ、不本意だが仕方あるまい。セルゲイ課長、ただいま戻りました。ああ、よく戻った。いきなり仲間のピンチを救ったみたいだな。ええ、本当に助かりました。あそこでティオちゃんが来てくれなかったらどうなっていたことか。うんうん、ゾッとしますね。今回ばかりは礼を言わざるを得ないようだな。その、別に大したことは。照れるなって。まあ実際いいタイミングで戻ってきてくれたと思うよ。あんなハッカーが絡んできたら僕たちだけじゃお手上げだしね。そうだな。課長、ダドリーさん、明日の通商会議ですが、俺たちもオルキスタワーの警備に参加させてもらえませんか？ロイド、それは。おいおい、いきなりどうしたんだ。ふん、会場の警備体制は万全だと言ったはずだが。ですが今日のハッカーはタワーの図面らしきものをどこかから入手していました。インの言葉ではありませんが、何か仕掛けてくる可能性がある。いや、むしろその情報を誰かに渡した可能性が高いと思います。誰か。うん、それは誰だい？赤い星座か、ヘイユエ、または帝国政府か共和国政府、どれもありえそうだけど、より現実味のありそうな連中がいる。帝国と共和国のテロリストたちさ。クローディア殿下とオリバルト王子から聞いた。それぞれの国のトップを狙う2グループのテロリストどもか。確かにビルの構成図があれば資格を狙えるかもしれませんね。もちろん偽装情報の可能性もあるでしょうが、やはり明日オルキスタワーで何かが起きる可能性は高くなったと言えると思います。タワー周辺の警備でもいいので参加させてもらえないでしょうか。なるほどな。ダドリー、どうだ？まあいいでしょう。明日の正午ちょうどにオルキスタワー1階に来るがいい。予備の警備要員として通商会議の現場に入れてやる。おっと、会場の方かよ。へえ、気前がいいじゃない。勘違いをするな。あくまで予備の要員としてだ。市長暗殺未遂事件でも偶然とはいえ役には立ったし、動力ネットに詳しい人間もいる。万が一の保険程度だから、せいぜいわきまえておくがいい。了解しました。慎んで拝命します。しかしやっぱり照れ隠しの一種ではないかと。いつになったら出れてくれるのかね。出れる？ねえねえエリー、出れるって何？キーヤちゃんと話している時のみんなの態度というか。
この調子じゃ近いうちかもしれないね。貴様らどうやら明日は死ぬほど忙しくなりそうだな。おう。やっぱりいくつか新しいのが来ているか。どれも結構気にはなるけど。時間に余裕があれば立ち寄ってみましょう。午前中だったら自由に動けそうだし、車を使えば郊外にも移動できそうですね。車ですか、ちょっと楽しみですね。なんでも ZCF が開発した動力車だとか。ああ、一家の連中も見返せそうな新型だぜ。でもティオ、昨日着いたばかりなのに朝早くから動いて大丈夫か。なんだったら午前中はゆっくりしててくれても。ジロー、すみません、つい。まったくなんだかティオスケが戻ってきたって感じだなそうね、やっぱり端末前にはティオちゃんがいる方がしっくりくる感じだしやっぱり皆さん息が合ってますよね。とりあえずこれで新生特務支援課のフルメンバーですねリーダーとしてはなかなか感慨深いんじゃない。ああそうだな。とにかくティオ、改めてよろしく頼むよ。それと大変な時にわざわざ戻ってきてくれてありがとう。はい、こちらこそ改めてよろしくお願いしますなんだかテンション上がってきちまったな調子が出て何よりだ。ま、その元気がありゃ通商会議の空気にも飲まれることはねえだろう。お前たちなりのやり方で警備の役に立ってくるといい。了解です。課長の方はこれから警察本部で待機でしたか。各方面との折衝を押し付けられちまったからな。バックアップには回るが、オルキスタワーの警備には直接参加はしないだろう。ただ何かあったらお前たちにも必ず連絡する。助かります、よろしくお願いします。ああ、それじゃ先に行くぞ。そういえばキーヤは図書館だったか。ええ、朝早くに出かけて行っちゃったわね。昼までには戻るみたいだけど。そっか、なったら大丈夫かな。よし、じゃあ俺たちも出かけるとすっか。